事を止めてくださった元福井地裁裁判長井口秀明さんをご紹介します。秀明さん、よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。元裁判官の樋口です。徳山和人さんは弁護士として京都地方裁判所で大井原発の差し止め訴訟を担当されています。私は徳井地裁で起こされた訴訟について裁判をしました。もう判決をしてからしばらく経つんですけれども、判決をした時よりも今の方が原発の危うさがますます身に染みて分かったというのが現状です。皆さんご存知のように1月1日に能登半島で大きな地震がありました。あの地震で知られざるヒーローがいるというのをご存知でしょうか。それは珠洲原発の建設に反対した珠洲の人たちの住民です。もし珠洲原発が建設されていたら、珠洲を震源とするあの大きな地震で確実に原発事故が起きていたんです。それを実に28年もの間、長い間にわたって原発を建設を反対してくれた人たちのおかげで、今私たちは暮らすことができるし、京都のこのにぎわいも、もし珠洲原発が大きな事故を起こしておればなくなったということになるわけです。この意味で珠洲市の人たちに感謝しなければならないと、私たち国民全員が感謝しなければならないと思います。それにもかかわらず、現在多くの方が亡くなったり、家族を失ったり、あるいは家を失ったりしています。この困窮した人々を直ちに助けなければいけないのが国の仕事なんですけれども、それをやっていません。我々の生活が一番大事なんです。生活が一番大事だという視点で物事を見つめれば、必ず解決の道は見つけることができるはずなんです。福山さんは京都市民の生活を第一に考えています。そして生活を第一に考えるということは、原発をなくすということと直結するわけです。福井での原発は現在7基動いています。実に7基も動いてるんです。日本国中で今動いてる原発は12基なんですが、そのうちの7基が福井で動いています。そして福井と京都は本当に近いんです。地図で確認してみてください。本当に近いんです。この若さの原発で事故が起きれば、京都の町が住めなくなる可能性があるんです。だから原発のことは京都市民にとっても日本国民にとっても最も重大なことです。それにもかかわらず多くの国
民、市民たちは原発のことについて興味が薄れてきています。だけど原発の問題は一番重要であるということについては今も昔も変わっていない。なぜこういう重要なことを国民は考えないでしょうか。国民が考えないなら政治家やマスコミがこれを考えなければならないはずなんですが、それを考えようとしません。なぜ考えようとしないかというと記憶が取りにくいからです。福山さんが偉いのはたとえ記憶にならなくても皆さんの生活の基礎を守るべく原発に反対していることが、私が福山さんを支えなければならないと思っている一番大きな理由です。皆さんは原発の最後の原発の本当は何とはできると思っているんですか。多分ね、多くの方は住民側は原発に強い地震があったら大事故になると言って、電力会社側は強い地震が原発に来ても大丈夫だと言って、その間で争いがあるんだろうと思っていると思います。だけど裁判の実態はそうではありません。電力会社はこの原発の敷地に限っては強い地震は来ませんから安心してくださいと言ってるんです。本当ですよ。私裁判やってたから本当にわかるんですが、電力会社はこの原発敷地に限っては強い地震は来ませんから安心してくださいと言ってるんです。それが電力会社の言い分です。それを信用するかしないか皆さんわかるでしょう。止めなければいけないんです。日本の原発は止めなければいけない。そうしなければ多くの国民の命や生活が奪われます。京都の市民の生活も奪われます。もはや観光など行ってる場合ではないわけです。そんな中で福山さんを応援しなければならないということは皆さんお分かりになったと思います。ぜひ福山さんを支えて応援して市長として当選するように頑張ってください。よろしくお願いいたします。先ほど樋口さんからもご紹介をいただきました。私は京都地裁で取り組んでおります大井原発の差し止め訴訟の弁護団の一員を務めさせていただいております。原発の問題についてはずっと取り組みを続けてまいりました。あの福島第一原発事故の時に全村避難になりました福島県の飯舘村、あの飯舘村は福島原発から40キロの距離にございました。京都市左京区にある花瀬小中学校は大井原発から38キロの距離にございます。万が一大井原発で深刻事故が発生をしたら花瀬小中学校はもとよりこの京都市も持続可能性そのものが根本的に失われてしまいかねません。京都市長として市民の皆様の命や財産、暮らしを守っていくことに責任がございます。その立場として私は関西電力に対して脱原発をきっぱり求めてまいりたいと思います。また立地自治体並みの再稼働における同意見、これを求めてまいりたいと思いますし、万が一事故が起こった時の対策として用途剤を配布など皆様の命を守る京都市政全力で作り上げてまいりたい、このように思います。今回の能登半島地震で被災をされた皆様に心からお見舞いを申し上げたいと思います。それと同時に今回の震災で改めて京都でも万が一の災害の時に命を守れる京都市政を打っていかんとあかん、
ということを改めて皆様再認識をさせられたのではないでしょうか。ところが京都市、今能登半島で実際の救命活動やあるいは救水活動などに京都市の消防局の職員の皆様が従事をされております。また水道局の職員の皆様も従事をされております。京都市立病院の医療スタッフの方々も現地能登半島で住民の皆様の命健康を守る仕事に従事をしていただいております。こうした市の職員の皆さんの献身的な取り組みに心から敬意を表したいと思います。他方京都市は万が一京都市で大きな災害が起こった時に市民の命を守る最前線で活動をしていただくはずの消防職員をこの間400人近くも減らしてきました。3交代の勤務を2交代にする消防車に乗る人数を本来4人1組のところを3人1組にする、そのような形で現場にしわ寄せを行ってまいりました。ほんまにそれで万が一の時に市民の命を守れるのか、そういう不安の声が現場から起こってきている、こういう状況になっております。何よりも命が大事でございます。京都市は財政難を理由にしてこうしたリストラやあるいは現場へのしわ寄せをしてまいりました。しかし一方で市役所の建て替え370億円あるいは芸大の移転300億円、こういった大型の箱物事業についてはビタ一文削ることなく聖域化をしたわけでございます。しかし皆さん、箱物よりも命の方が大事じゃないでしょうか。箱物よりも防災対策を優先すべきではないでしょうか。私福山和人、何よりも命が大事です。何よりも暮らしが大事です。何よりも日々の営み、やりがいが大事じゃないでしょうか。子育てが大事じゃないでしょうか。命を守る京都市政、私はそれを進めてまいりたいと思います。箱物優先から、ありがとうございます。命を守れる京都市政を作り上げます。従いまして私、原因減らされた消防職員を元に戻したいと思います。京都市はこの間、先ほど申し上げた370億円もかけた市役所の建て替えというのをやってまいりました。その大きな理由の一つにされているのが、市役所の建物が耐震性が低いということです。確かに耐震性が低い建物をきちんと耐震構造に改修することは必要でしょう。しかし京都市はそれをやる一方で、京都市も珠洲市と同じように多くの木造家屋があるわけですよ。高齢化もすごく進んでおります。特に東山区などは最も高齢化率が高くて、木造家屋が重要性の地域でございます。そうした地域で市民の皆様の木造家屋を、耐震性が低いものを耐震構造に改修をするための耐震リフォームの助成、これを京都市は打ち切っているんです。市役所の建物は耐震構造にするけれど、市民の皆さんの住宅を耐震リフォームするときの助成は休止をする、ストップをする、これはいかにも片落ちではないでしょうか。やるのであれば両方必要じゃないですか。やはり命を守る、このことを何よりも大切にして、住民の皆様の命を守れる、住宅を守れる、こういった京都市政に私切り替えてまいりたい、このように思います。この間京都市は関西電力の株主総会に大株主として出席をしましたけれど、そこで脱原発依存決議というのを提出をしております。これは脱原発決議ではございません。原発の依存度を少し下げてと、こういうぬるい提案をずっとやり続けているのが京都市でございます。万が一の時に京都市民の命を本当にそれで守れるのかが今問われていると思います。私福山和人、脱原発の決議を関西電力の株主総会で提案をしてまいりたい。そして京都市長として、日本中、世界中に対して原発に頼らない電力、こういうものを発信をしてまいりたいと思います。皆さん、あまりご存じないと思いますけれども、京都市民の皆様や、あるいは京都にある事業所の皆様が、関西電力に一体どれだけの電気代を払っているかご存知でしょうか。実に1年間に1300億円ものお金を、市民の皆様や京都の会社の皆様が完全に払っております。
京都市役所も払っております。これがもし再エネを活用することによって京都の電力が自給できることになれば、この1300億のお金というのはこの京都市内で循環をすることになるわけでございます。完全に払われたお金は大阪に流れます。大阪から産油国に流れてまいります。このような形で京都市民の富が流れていくのではなくて、京都市内で循環をさせていく、再エネにはそういうポテンシャルがございます。皆さんの単なる安全だけのことではない、経済的にも非常に合理的なやり方であります。再エネをもっと活用してまいりましょう。京都市でこれを本当に進めることにはことによって地域の経済も元気になります。皆さんの暮らしも豊かになります。そうした形で私福山和人、京都を元気にする仕事を進めてまいりたいと思います。どうか皆様の大きなお力添え、心からお願いを申し上げまして、私市長候補福山の訴えとさせていただきます。頑張ります。どうぞよろしくお願いいたします。